今日はね1月6日まだお正月だよ世間はね。うん、実は初釣りです年始の挨拶仕事始め終わらせて、ようやく、まあ年末も釣り全然できてなかったんだけど、ようやく初釣りです。で、まあとりあえずメバリングやろうかなと。でここはねもう地元です。もう瀬戸内、もうご覧の通り の普通の港、はい、こう桟橋があってね、まあ、これ桟橋横の、短い堤防の先端に今来てるんで、で僕よくねあちこちメディアでもそうだけど、インクスの VTR でも言ってますけど、まだね明かりにつかないのよ瀬戸内は、特にこの時期は。うん、で明かりつき堤防の釣りってねまだまだ難しい。で今もこう、まあ、道具用意する前に足元見たらこんなワイナ、こっちではねワイナっていうの、小さいメバル5センチから7、8センチくらいのメバル、子供がねワシャーっているんだけど、15センチ以上の姿がねちょっと見えない状態なんで厳しいかもしんないうん、厳しいかもしんないけど、まあ始めてみます。で今日のお供です。タックル、今これ触ってる方が、名前もねつけちゃったんだけど、ベイトタックルなんだけど、こっちがねサビオ79、ね、7.9 フィートのサビオで、短い方が 6.7 フィートのサビア。サビオとサビア、ややこしいサビオくん、サビアちゃんそう覚えといて。サビオが男性名詞でサビアが女性名詞みたいな造語なんだけど、はい、細くて柔らかい方がサビアちゃん、少し長くて強い方がサビオくんね。と、スピニングの方は、64ハミージャーミー、うん、こっちは姓も名もついてるハミージャーミーくんです。この3タックルでいろいろやってみますね。まあとは言いながらさ、釣れようが釣れまいができればやっぱり僕はプラグで釣りたいと思うので、ちょっとプラグをねセッティングしておきます。サビオ君の方には、スープラで釣れたら嬉しいなっていう感じか。うん、サビオ君の方にはスープラをセットし、サビアちゃんの方には SPM の55、よしこの辺で行ってみます。まずは様子見で SPM の55からキャストしてみましょう。まあライズも全くないしね、ちょっとトップに出る気配はない感じなので、とりあえずシンキングペンシルでやってみます。よし、少し沈めといて、お、右で少しパシャッと出たぞ。こっちじゃないな、こっちだな。ちょっとキャストしにくいな。こうか。よし。後ろから。お、来た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 。早速来たよ。ちゃんと取っといて。ほら、
2頭目いるじゃない。あ、やっぱりね、あの目視しただけだと10センチに満たないようなやつしか見えなかったんだけどさ、フラグ投げると下からこう多分浮いてくんだよ。やっぱほら SPM55 で釣れちゃいました。よしよし、いいじゃんもう早速釣れちゃったんだけど、もう一匹釣ってみようか。これ SPM55 で、SPM55 がね、だいたいプラグってあの長さかける1グラムでだいたい重さは、だからこれ55なんで5グラムちょっとぐらいかな。うん、なのでこのサビアですごい快適にキャストできるね。でこれサビアの方にはね PE がね 0.65 でリーダーが 1.25、 だからまあまああの太めなんだよね、普通のメバリングアジングの感覚から言えば。なんだけどほらプラグ使うとさ、シーバスよく食ってくるんで、僕はねいつもこんな感じですよ。でサビオ君の方は PE08 入れてる、 PE08 にリーダー2号。うん、風は斜め前から僕に吹きつけてる感じです。そこそこ強いんだよ今。吹いて、よし、くたくた、おーしよ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 し、ほら釣れる釣れる、ふりフロントフック外れちゃったけど釣れる、ほらフロントフック外れてリアだけでかんだねえ。まああのねえ、メバルがたくさんいない地域の人は羨ましいだと思っちゃうかもしれないけど、瀬戸内ってこんなんですよ。こういうサイズで良ければ本当にこういうね、あの明るくてね、安全でお手軽なところでね、メバルのねプラッキングが楽しめちゃうんです。で全然あの一般的なこう認識、まあ僕もそう思ってるんだけど、メバルをプラグで釣ろうとした場合にはやっぱハイシーズンのさ3月上旬過ぎて5月ぐらいまでがね一番釣りやすいのは釣りやすい、確かに西日本じゃ特にね。なんだけどこの12月1月でもね、ほらこれ何センチかな、こう手のひら乗っちゃうサイズだよね。僕の手が21センチだから、うん、17センチってとこだよね。ちゃんと食ってくれるの、こういう風に。はい、サンキュー。よいしょ、じゃあお帰り遊べ。よし、釣れるじゃない。あの思ってたより全然釣れる。この時期はね、明かりによらないって僕最初に言ったんだけど、傾向だからね、傾向。まあこのポイント自体はね、あの比較的浮いてるんですよ、メバルがいつも。うん、メバルがね非常に浮きやすいポイントなの。だいたい四六時中ちっちゃかろうが大きかろうが、まあ、浮いてるエリアでもあるので、今日はここ来てみたのね、プラグで楽しみたいなと思って。かと思えばここからそんなに遠くないところ、もう 4,5 キロしか離れてないポイントは、ここはね水深がね 7,8 メーターなんだよ。で ここから数キロしか離れてないところのポイントはもう水深が10メーター、15メーター、20メーター、沖まで投げたら20メーター以上なんだけど、そこは浮かないの。本当ハイシーズンに行こうがどうしようが浮くのはごく一部のグループで、ほとんどが水深15メーター以上のボトムにいて、そういうとこじゃあのフィネスジギングね、メバルジギングやったり、それからボトムワインドゲームやったりするんだけど、うん、
かね、ポイントの癖っていうのがあるんで、そういうこともね考えながらやらないと、ほとんどボトムにしか魚がこういないポイントでトップゲームやってもね始まんないのよ。今日は僕と実はトップゲームがメインで来てるんだよね。こうスープラなんかで釣りたいなと思って、でトップで釣れませんっていう人がよくいるんだけど、それはねトップで出にくいポイント、うん、メバルが割とこう常に沈み気味のポイントで表層餌をこう普段からあまり食ってないエリアでねやるのは、これは実際難しい、うん、タイミングがねなくはないんだよ。それでもねなくはないけど、非常に少ないと。新編で結果が出たんでちょっとトップでやってみましょう。投げて、あ、スープラなんでちょっとトゥイッチかけてチャッチャッチャッというスプラッシュを上げて放置。基本出ないと思ってる今日は頻繁にライズが出るようでないとなかなか難しいって。少しピチャッと出たぞ。反応しないかな。うわ、見には浮くんだけどな。チュポッって言わせて。チュポッって言わせてキラキラ。うん、このタイミングじゃまだちょっと怖がってるね。あの距離20センチぐらいまで、ま、あのメバルが間を詰めてきてんだけど、食いつこうかどうしようか悩んでやめてる状態。うん、なら次は水面直下を潜らせてゆっくり巻いてみる。メバルのサイズが小さいから若干厳しいかもね。まあこの近くにあの少し両肩が出るポイントがあるので後で行ってみるんだけど、とりあえずこのおちびくんのたくさんいるところで釣れないかなと。このちょっと早巻きに変えてみようか。やる気のあるやつがいてパーンと食ってくんないかな。見に来てる。あ、止めたら見に来た。巻いたら追わないけど止めたら見に来る。うん、レンジがね深い。メバルの 4,50 センチぐらいのところにいてさ、水面巻くと知らん顔して、止めると少しふわーっと浮いて見に来るんだけど、バイトまでには至らない。まあこれがメバリングだからね。いくら僕がスープラ面白いからよくあのシーンに応じてすごく釣れるからと思って作ってもさ、メバルがその状態になければ食わないからね。うわー、ついてくる。うわ、すぐそばでライズしてんだけど。よし、食った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 、ほら出た出た、ほら出た、ほらチュプ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 言わせてたらスイッチ入んだよ。
なかなかさ、なかなか浮いてきて食わなかったのに、今あのスープラ特有のこのこうペラがでしょ、これでプチョ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 って言わせては止めて止めるを繰り返してたら釣れたよ。見てこのサイズ。お、シーバスだな、あれはゴボっつって、これめちゃくちゃ嬉しいよ。これで、これなん、さっきのより小さいぜ。これは20ということは10で12センチぐらいしかないよ。これスープラが6センチ5ミリだからね、スープラ6センチ5ミリでしょ、ほらこうでしょ、スープラがほらこれで12センチだから11センチぐらいしかないですよこれねえ、俺しつこいタイプだから言うよ、スープラをねでかいっていう人がいるんだよ、でかいから釣れないって。そんなことない、そんなことない、見てこれ、もうほら今バッチリ VTR で撮られたよ、思ったよりでかいですねって買ってから言う人がいる。確かにあの一般的なね、例えばリッチ35とかさ、ジェイドとかから見たらでかいよ、でも釣れるじゃんこれ、11センチだよ、ほらこんなもんなの、やれば釣れる、やらないから釣れない、単純な話。よし、君は撮影してもらおう。ほんまにこれ綺麗なテーブルターンしてる、見せてあげたい。チュポって泡を出してチュポッというスプラッシュ音出してテーブルターンしてる、チュポッ。ここはね、あの流れが効いてないので基本的にね、あの活性がめちゃくちゃ高いメバルは入んないんですよ。こういうスープラなんかをガバッと丸飲みするようなやつはね、流れが効いてるところでウィードがあって、そのウィードのそばでこう入って明かりの中に入ってくる餌をね待ってるようなやつはもうブワシャーっていう感じで出る。25アップから30ぐらいのやつがいるとこの本当のスープラゲームみたいなのがね楽しめるんだけど、まあ後で行ってみるんだけど、とりあえずはこの港の奥まったところで米場相手に釣れるかどうかという実験的なことをやってるんだけど、11センチだようん、浮いてこないな。深いな、見えるんだけどね、すごい下へ沈んじゃってんだよね。見えてたのがね、全部見えなくなっちゃった。うわーっとレンジが深くなった今。で、たまに一匹が何か水面でチャッチャッってね、何か追っかけてんだけど、その近くにスープラ投げて反応しないっていうのはね、多分ベイトがね、ちっちゃいの。すっごいちっちゃいベイトを水面で追って食ってる。それね、ジャストマッチしてないのは確か。網じゃないね、何かあの小さな餌が入ってる感じ、網じゃなくて小魚のようなものが。でもね、こんな中でこういうの投げてると突如25アップとかがね、ズトーンと出るから釣りは面白いのよ。トップゲームは特に
チパッと言わせては放置。うん、ここの目はこんなもんかな。もう全然姿見えなくなっちゃった。この反応を見ながら釣るって面白い。すごい。この音カメラで入るんだよね。この音、足元だから。これでパカッと出て食うとこが取れたらいいのにな。ちっちゃいメバルがスープラと同じサイズのメバルがね、スープラの下にいっぱい集まってんの今。さすがに無理があるよね。6センチぐらいしかねえんだもん、メバルが。はい、風が落ちたぞ。風が落ちたらライズがなくなる。食わねえか。うわー、ついてくる。うわー、いっぱいついてくる。あー、ちょんと当たってんだな、ちっせえ。はっはー、すーごいついてくる。今7匹ぐらい SPM をだから、やっぱこうシルエットの細いさ、小魚とか、例えばゴカイとかそんなの食ってんだな、このやつ。まあ、コン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 当たってくんだけどね。こういう時に素直にジグヘッドにワームが一番よく釣れるんだよ。それは間違いない。僕は使わないだけで。ちょっとスピードを上げてやろうか。おお、スピードを上げると追い切れないのか。あ、ついてくるけどバイトにできないって感じだ。ちょっと沈めて巻く。ああ、当たるけど乗らない。よっしゃっと、わあ、苦労するよ。苦労するよ、こんなんだもん。これはこれで美味しいだろ。見てこれ。乗らないやつ、いいサイズが姿消しちゃって、こんなんだよ。これ、8センチ、SPM55、ほら、8センチ。8センチメバルです。ほら、これだ。コン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 当たっても乗らないと思えば。よし。